中川さん、第7クォーターの立ち上がりはどんなところ注目していけばいいですか。はい、川崎に関しては、いいですね、はい、声出しが解禁になりました。轟アリーナです。ファジーカス、ふわりと決めました。いやー、この押し込みはうまいですよね。そして篠山、篠山からヒースに通って藤井のコーナーからのスリー入ります。篠山、ファジーカスから藤井、コースが空いた。おー、もう一度決めました。2連続スリーポイントながら、なるほど、はい、ディフェンスをやっぱり寄らせてからのアウトサイドのチャンスなんかを狙っていくのが大事だと思います。わー、決まりましたね。ファジーカスのスリーポイント、はい、藤井にはさらにはジョーダン・ヒースの2桁、はい、もう一度このケリーからマカドゥ、フックシュート入りません。この後も早いですよ、速攻。ヤングジュニア、藤井も走っている。この藤井、もう一度スリーを打ってきて入りました。篠山からファジーカス、篠山、篠山のドライブから決めていきました。石井のファール。このスクリーンからね、うまくチャンス引き出しましたね。何か意図みたいなのはどんなところにありますか。前半の時に渋谷が、はい、キースのスリー入ります。いやー、音が効いてますよ。アジーカス入りました。いや、このプレー安定ですね。ヤングジュニア、連続ですね。ボールだ、はい、ユー選手の連続リバウンド。そしてファジーカス決めた。入りません。ノーファールで、はい、ルジーからこちらヒース、ダンク決めました。はい、予感してましたよ。ちょっとファールもあるんですけれども、プレッシャーを緩めずに打っていきたいですよ。ファールをすれば相手のフリースローですが、もう一度2連続ダンクになりました。ヒース、今ちょっと足が止まってしまっているので。なるほど、ヒース3連続ダンクになりました。ジョーダン・ヒース。